平です。庄司です。ふみです。はい。というわけで今回はですね。はい。何やるんですか。知らないですよ。急に回して。はい。内容わかんないですけど。内容知らないですか。はい。今回はね、まあどんなことを僕たちがやろうかなっていうんではなくて、ちょっとね、最近この風鈴チャンネル、いろんなラジオだったり歌ってみたとか、いろんな企画をやったりしてるじゃないですか。はいはい、でせっかくだったらこの視聴者の皆様に、はい、どんな企画をまずやってほしいか、そんなのをねちょっとまあコメントとかでもいただきたいなと思いまして、共同プロジェクト的なね。そうですよ、皆さんと一緒に何かをやっていこうっていう、今回のこの動画は、もう皆様と心を一つにというね動画にしようかなと。だからあれですね、僕たちのアイデアが底をついたってことですよね。底をついたわけじゃないですよ、皆さんからの助けを求めようって皆さんのまあこんなことやってほしいっていう声をね、いただいて、それに応えていこうじゃないかという動画をちょっと撮りたいなと思いまして。じゃあコメントに、こういうことを風鈴二人として、なんかやってほしいとか、はい、まあ、それぞれでもいいですよね。それぞれ。拓也くんに何かやってほしいとか、庄司くんに何かやってほしいとかを、コメントにぜひ書いていただいて、はい、それを僕らが実践していくっていう。やっていこう。わかりました、はい。以上となります。ありがとうございました。あ、まだですよ。まだまだ。え、ちなみになんかこんな企画をまあ風鈴としてやりたいなっていうのあります。いっぱいありますよ。お、どんなこと、まずですね、タクヤ、はいはい、僕がタクヤワニと戦う。いや、もうやってほしいですね。なんだ俺らのタクゴロウみたいなね、ワニ園みたいな話です。あるあるある。ああいうところにタクヤ一人で行ってもらって行って、でカメラこういう GoPro みたいなの持ってもらって、はい、でワニと戦うってやってほしいですね。いや、ワニと戦う、見たい誰か。ワニと戦う。いや、僕見たいですよ。ワニと戦う。まあいいですよ。ワニと戦ってもいいんですけど。どこまでいけるかっていう。チキンレース的な。顔でもいいですけど。いやいやいや、チキンレースも相手がいてやる、どっちがいけたかですから。それ見たいです。誰とも競わずに俺一人でやってんの。はい。つって。それ中やってほしい。いや、いかれてるよ、そいつ。いやね、僕ね、やりたいのはあるんです。例えば、大食いとかね。ああ。用意して。はい。どっちが早く食べられるかとか。そう、早食いじゃないですか。なんか、大食いを、まあ、全部食べきるのがどっちが早かったか。ああ。チャーハン10人前。いや、餃子10人前。そういうのやめましょう。そういうのやめましょう。あ、これいいじゃないですか。これ、さっき拓也がワニと、はい、あったじゃないですか。これ、庄司。庄司が、日本で一番高い、橋からバンジージャンプ。なんでよ。これ、バンジー大好きですもんね。好きじゃない。高所恐怖症は無理っすよ。ね、そういうのいいじゃないですか。嫌です。え、この苦手なものを克服するという気持ち。いや、それは別で新たな気持ちになるんで大丈夫です。バンジー飛ばなくても、新たな気持ちになるんで大丈夫です。はい、ああ。じゃあ、バンジーは嫌いですよね。嫌いです。じゃあ、これどうですか、スカイダイビング。もっと上行ったら、レベル上がっちゃってるから。もうなんかさ、その、50メートルとか60メートルとかじゃなくて。俺、一回50メートルの静岡のバンジージャンプ飛んだことあるんですよ。はいはい。前のグループで、の企画で飛んだことあるんですけど。どうでした？その後に、みんなでお蕎麦食べ行ったんですよ。はい。近くの有名な蕎麦屋があるんですよ。うんうん。で、僕も行けなかったです。気持ち悪くて。で、その夜に、はい、ライブがあったんですよ、はい、静岡で、うん、そのライブ、うん、人生で一番声出なかったです。ほんとやばかった。やばいね。だから一日ほんと体調悪くなったんですよ。はあ。だからバンジーだから多分そうだったんでしょうね。5、60メーターだから、うん、だからもうそのもうさ3000メーターとかから行く。ああ、逆に、ね、逆にもっと上から行っちゃえばさ、多分だけど、うんうんうん、3000メーターも飛んだら、うんうん、死にますついた頃、パラシュートでこうついた頃には、死んでます。死んでます。はい。そっかそっか。でもなんかね、こう、やってみたこまだやってないじゃん。やってない。実際。はい。でももしかしたら、すごくハマるかもしれない。俺もう、もしかしたら週一で飛びたいんだけど。いやいや、だからそう思ったら行かせてくださいよ、うん、それは。でも初めてのそういうのとかいいじゃないですか。初体験。ああ。うん。なんか今まで、やったことない。やったことな
ないことをこの YouTube でチャレンジするっていうのはすごくいいんじゃないかなと思いますけどね。あとはなんか大きなパズルあるじゃないですか、なんかでかいやつを二人で完成させる。なんかそういうの好きだね。大きいなんか絵力求めてるね。絵力でなんとかあの登録者数を増やそうとしてるのはタクヤですね。パズルってでも本当大変だから、ね、すっごいもうだからこれを やりきるまでもう帰れません。俺ね3年前ぐらいかなに、あのなんだっけな、イルカ描いてる人なんだっけ、ゴッホじゃなくて、あれね、バッハね。バッハ作曲家。作曲家、ああ、はい。なんだっけ、イルカ描いてる人。なんとかより、ラッセンだ。あ、はいはい、ラッセンがすっげえ。ラッセン、はいはい。ラッセンのイルカの、ほんと大きいね、パズルがあって、それ俺買ったんですよ。はいはい。買って、ほんとこんぐらいの世界最小ピースみたいな、これチャレンジしようと思ってやってたんですよ、でもそのピースがまずちっちゃいしめちゃくちゃ難しいの、こう見ながらやって、途中でもう諦めました。最悪だ。いやほんと無理ですよ。でピースもなんかどっか行くんですよ。うわ、ソファーの下から出てきたりするんですよ。だるー。うわ最悪と思って。いやだからそういうのとかいいじゃないですか。だから長期、だから一本じゃ取れないじゃないですか。まあ長期。もうそれか一本でもう早送りと。いやいやいや。どんどんできていく。一日は終わんないから絶対。いやいやいや。俺、7年くらい前に、後輩から誕生日プレゼントで、ワンピース、アニメのワンピースが大好きで、好きだね。で、ワンピースの大きなパズルを誕生日プレゼントでもらったんです。はい、後輩から。はい、で、後輩にね、あ、もうほんと気持ちだけでよかったのに、でもありがとね、パズル。でも、パズルくれるんだったら、もう作ってたらちょうだいって言って、言って返しました、後輩に。マジで？で、後輩、その1週間後ぐらいにパズル完成させて、額に入れて持ってきてくれた。最悪だ。最悪だ、先輩だ。パズルっていうのはその楽しむものだったらポスターでいいじゃないですか。いやまあ確かにね。これ楽しんで作ってて、完成したのを飾るのがいいってことです。思い出になるってことじゃないですか。俺ね、ああいう細かいのすごい苦手で。苦手だよね。うん。多分、もうなんか、うわーってなっちゃうかも。確かにね。ねそう、でもなんかそういう協力。二人で力を合わせてやるっていうのもいいじゃない。あれやりたいです、俺。はい、ゲーム配信。あ、いいじゃないですか。実況パウルプロ野球。あ、僕ら今。やってますね。スイッチの、スイッチね、パウルプロ野球2022ってやつを二人でやってるんですよ。やってます、やってます。で、アップロードして、2023年バージョンも今、それでできるんですけど、うん、それ二人でやってるので、そのゲーム配信やりたいです。確かに。あれね、まだ皆さんにその見してないですけど、僕たちのゲームしてる姿はやばいです。やばいっすよ。はい。声が出てる、出てる。気狂ってますね。ライブより出てます。ライブより出てますからね。喧嘩なんじゃないかな。確かに、でも、そういうの面白そう。ゲーム配信ね。ゲーム配信。ああ、いいじゃないですか。阪神タイガース好きで、ジャイアンツ好きで。巨人ファンですから。だから巨人と阪神で戦ってるのをゲーム配信でやると。あ、いいじゃないですか。やりましょうよ。ゲーム配信いいな。ゲーム配信。確かに確かに。そういうのをね、皆さんも、こんな企画どうですかとか、まあ他の、ね、有名 YouTuber さんがこんなことやってましたよでも全然いいですし、で、テレビでこんな企画があったんで、こんな企画を風鈴がやったらどうなんでしょうとか。いっぱいあるよ、やりたいこと。そういうのをね。あと、拓也おしゃれじゃん。はいはいはい。服にすごいこだわりがあるから、拓也がおすすめする。でもそっか。男性向けになっちゃうけど、拓也がおすすめする。1万以内コーデみたいな。ああ、全然いいじゃないですか。そういうのとかやってほしい。あ、だから、庄司をやりたい。だとしたら。例えば、庄司も寝起きで来てもらって、でもそこから。寝起きでは来れないよ。だって、服着てないから。いやいや、なんか服着てもらって、で、そこからスタート。庄司を、もう、例えば洋服もそうです。1万円以下で全部コーディネートして、メイク、庄司にメイクして、ヘアメイクまでして、で、全部をやってあげたい。大丈夫。なんでヘアメイクとかもメイクもしてくれるの？メイクもやりたい。そういう講座も出したいし。ああ。いいじゃん、いいじゃん。それなんか、自分が好きなものをね、YouTube で上げられるのいいじゃないですか。いや、やりたい、やりたい。庄司はちなみに何か、そういうの。僕だから、1万円以下で、野球の道具を揃えます。いや、無理だね。1万円以下で揃えるの。
だからでも野球のこととかやりたいです、うんうん、一回ね、スーパーバリュー上げようっていうね、はいはいはい、埼玉県のショッピングモールがあるんですよ、うん、そこでイベントさせていただくことが何回かあるんです、うん、今まであったんですけど、うん、そこの2階だっけ3階、2階、2階に、うん、なんかベースボールアカデミーみたいな、はいはいはい、子供たちが練習をできたり、うん、この回転数を測れたり、あれすごいね、バットのこの軌道とかこの角度とかを、うんうん、球速とかを測れるみたいな、うん、スペースができたんですよ、はい、でそこでツイッターの、うん、ダイレクトメッセージでメッセージいただいて、うん、僕お、さすが元プロ野球選手、元じゃない、プロ野球選手目指してたんですけど、目指す、はい、で好きですよね野球って言われて、うん、好きですって言ったら言ったらっていうか、好きなんですよねって拝見してますって言われて、うん、でぜひ遊び来てくださいって言って、うん、でご挨拶行ったんですよ、はい、スーパーブレイ上げの時に、でぜひ YouTube 撮らせてくださいって言ったんで、うん、そこでなんか企画やりたいです。 あと140キロって相当速いんですよ、はいはい、で僕も学生時代140キロぐらいだったんですよ、はいはいはい、マックス球速が、はい、だから、まあ、37歳8歳、はい、今年ね、はい、78だけど、はい、タクヤを140キロプロジェクトやりたいです。マジですか、はい、俺140キロ出るようになる、いや、わかんないですよ、わかんないですけど、亀梨くんのホームランプロジェクトみたいな。やってましたね。タクヤ140キロプロジェクトみたいなのを、その、上尾のベースボールアカデミーみたいなところさんに協力していただいて、うん、ちょっとやりたいです。マジ？はい。じゃあ俺、来年ドラフトかかるよ。140投げられたら。140キロじゃ 100% かかんない。